はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキは、5月9日に、開催された MO チャレンジ、これの優勝デッキラクドスサクリファイスになります。はい、レシピの方が村の儀式が4、ウイゴサライが4、ぬかるみのトリトンが4、切り裂かれた方が2、死の上のタイタンクロクサが4、ティマレット死者を呼び出すが3、悲哀の徘徊者が4、骸骨の巨人が4、悪ふざけの名人ランクルが1、アクロス戦争が4、イマースタームの捕食者が2、ドクロクダキの一撃が2、ロークスワイン城が3、沼が6、山が3、悪意の神殿が2、後輩踏みの小道が4、偶話の小道が4ということでね。あとサイドボードの方、概要欄にレシピ貼ってますんで、そちらの方から見てください。はい、まあ、結構ね、王道というかシンプルな、ラクトスサクリファイスが結果を残したということで、まあ、新しいカードはね全然入ってないんですけど、まあ環境的にちょうど今強いっていう感じなんですかね。まあ結構使われるとね嫌だったりしますよね。ただね、珍しいのになる、点になるのかどうかわかんないですけど、どれだったっけ、名前を忘れた。ああ、騒音のアフィミアとかそういうのが入ってないんですよね。これ入れると、クロクサが使いにくいとかそういう点なんかな。まあでもどうですか、火力、まあでも骸骨か、2点超えるとちょっとしんどかったりするかな。あと除去が入ってないんだよね、黒のね。だ結構 BO1 でやるとどうなんだろうな。クリーチャー除去、対処しきれずに押し負けたりしそうな気もしますけど、まあそこら辺はね、また、BO1 専門でやる方はね、調整してもらったらいいんじゃないかなと思います。さあ、それではね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。めっちゃついてないね、ハンドが。まあでもこれは行くか。一枚山は引いてくるでしょう。さあ、トリトン。山を引かなさそうな感じの、あれですね。エッジウォールの亭主。はい、悲哀の徘徊者。ターン終了。はい、恋煩いの野獣。これどうだろうな、野獣パクるよりでもエッジウォールの亭主をパクって村の儀式の方がいいですよね。さあ、偶話の小道から山を持ってきます。ウィゴサライ、さあ、一体でアタック。ブロックしてきましたね。さあ、ターン終了。
クロクサ、相手反動がねめっちゃあるね。野獣早めに倒さんとちょっとめんどくさいことになりそうだけど、狼柳の安息所、これもまた珍しいカード入ってますね。鶴体根本原理以外ではなかなか見ないカードではありますけど、ん？なんだこれ、廃墟の地、あ、特殊地形壊すやつか。さあ、それでは引き裂かれた穂、はい、ターンもらいます。はい、山を持ってきます。さあ、コントロールをしてクロクサ、はい、村の儀式、はい、クロクサを生贄に捧げます。これ一応エッジウォール倒すために置いとくか。さあ、トリトン、はい、2点回復。あ、ランクル落ちちゃったか。廃墟の地、ロークスワイン城壊されるのちょっとつらいね。エッジウォールの天使、さあ、恋煩に野獣先に出されましたね。まあまあしゃあないか、1枚ぐらいは。はい、ターンもらいます。なんかまあちょっとお見合いな感じになってきてますね。まあ、先に焼いときます。群れの番人か。まあ、ちゃんと焼こう。攻撃しないターン終了。さあ、どうでしょう。クロクサいる分こちらの方が有利な気がしないでもないですけど、トスキが出てきた、厄介だな。それはちょっと厄介だね。這い回るやせち、まあ、しかし殴っては来ないわね。先に相手のハンド潰しとこう。まあ、最後に1枚なんか切り札の可能性ありますしね。さあ、クロクサ、
巨人落とし。さあ、黒草を生贄に捧げて戦術。はい、村の儀式いいですね。さあ、これで巨人落としいなくなった。はい、骸骨の巨人。はい、攻撃しない。ターン終了。さあ、お相手ちょっと詰まってきたんじゃないかな。はい、ブロック。まあ一応、あ、でもエッジボールの亭主出てきた時用に置いときたいな。さあ、黒草。さあ、5枚。さあ、1体でアタック。お、いちいちブロックしてくれる分にはありがたいね。これで野獣殴ってこなくなるんで。さあ、這い回るや設置がでかくなる。まあ、トランプルついてないからね、まあ、多少でかくなったとて。あとはなんかパクル系のカード来てくれれば楽なんですけど。はい、ブロック。はい、ターンもらいます。さあ、黒草でアタック。まずいね。あ、関係ないか。さあ、これで野獣が一体いなくなった。さあ、ティマレット死者を呼び出す。トリトン追放で、ゾンビトークン出して、はい、黒草。さあ、これで3点ダメージ。さあ、相手もこれで反動すごく使いにくくなりましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。はい、ターン終了。ターン終了。さあ、お相手は緑。ウィザーブルームの初学者。はいはいはい。まあ、さっさと焼いときましょうか。ターン終了。インスタントソーサリーである呪文を唱えるかコピーするたび一点のライフを失い、あなたは一点のライフを得るか。さあ、ティマレット死者を呼び出す。
さあトリトン追放で22のゾンビ出していきます。さあもう1枚土地が欲しいところですけど、セッジムーアの魔女、お土地が来ましたね。アクロス戦争追放、土地を出す、これはどうする、殴りましょうか、とりあえず殴ろう、アタック、さあ3点ライフ支払う、さあここで黒草、セッジムーアの魔女捨ててきましたか。もう早期の拠点並ぶとちょっとしんどいかもね。黒草、あーどうしよう、土地だな、土地もらおう、まずは殴れ、イマースタームの捕食者、セッジムーアの魔女、え村の儀式、いろいろ発動しますね。とりあえずウィーゴさらいでパクって殴るか、とりあえず殴ろう、さあアタック、まあ、早期の拠点がね2枚並んでるっていうのはかなり状況としては悪いですけど、これ以上ごちゃつく前に終わらせたい。さあ村の儀式、セッジムーアの魔女を生贄に捧げます。で反動を潰しに行こう、クロクサ、ターン終了、引き釣り目、もう殴ってきますか。さあターンもらいます。ここはクロクサで行くか、ランクルで行くか、ランクルでしょうね、ランクル。さあアタック、わあ、なかなかやばいっすねこれ。
このコンボやばいな。近畿の調査。さあ一気に反動がね、補充されましたね。さあ残りライフが2。ここで1にするか。おお、来ましたね。はい、骸骨の巨人で本体2点。はい、対戦ありがとうございました。さあそれでは7枚でキープ。うん、ちょっと反動が何とも言えんけど、まあ、とりあえず2ターン目3ターン目4ターン目っていう形でトリトン徘徊者ランクルっていう感じで出せるけど、これはどうなんですかね。はい、土地出します。ターン終了。サイクリングか。さあトリトン、まあとりあえずのブロッカーにはなるか。ただガンガン殴っていかないと結構怖いね。店長の先行がね、非常にしんどいな。さあまあブロックします。サイクリングしてきた。はい、悲哀の徘徊者ターン終了。まあ、これはブロックしないですね。さあサイクリングしてくる。まあこの展開はありがたいけどね、ランクルで次のターンヤギとねキツネをまとめてね殺していけるんで。ただこれ何で止まってるんだろう。44にしたいのかな。まあまだ全然ダメージ的には大丈夫なんですけど、やっぱりでも店長の先行が怖いな。はい、ターンもらいます。なんかアップデートしてから結構なんかね止まるんすよ。なんでだろうね。さあダック。
カードを捨てて、クリーチャー生贄。まあ、これでいいか。はい、ヤギ。はい、ターン終了。まあ、今怖いのは店長の先行だけですね。グレン術師。おお、それか。まいったな、ランクルがやられてしまった。強烈だな。アクロス戦争。まあ、とりあえずこれでグレン術師は封じたけども、アタック。ターン終了。さらに切り裂かれた方で3点食らわしにはいけるわけか。アタック。で、ぬかるみのトリトン。はい、2点回復。ターン終了。とりあえず店長の先行でもなかなか。とどめを刺しには来れないんじゃないかな。さあ、サイクリング、サイクリング。墓地を肥やしながらっていう感じですかね。ただやっぱりなかなか決めきれないな。悲哀の徘徊者やられちゃうとトリトンで4回殴るんか。4回はちょっと厳しい気もするな。ドラニスの一つ者。まあ、一つ者倒せだね。あ、しまった。これ2枚目のカード引いた時か。やっちゃったな。今やってもダメなんだね。お、ありがたい。ウイゴサライはもう全然 OK だね。はい、ターンもらいまーす。はい、ウイゴサライ。はい、サイクリング。さあ、まだライフ的には、ここで死ぬことはないと思うんだけど。はい、一つ者、生贄にカード引っ、戦術。ターン終了。まあ、徘徊者にね、店長の先行打たれるとどうしようもないんだ。それが一番きつい。本体、あ、そこ本体でも OK か。ねえ、これずるいよね。ライフ回復がめっちゃエグいんだ。もう一発先行あったら負けだからね。なんだろうな、このなんか釈然としない感じ。さあ、向こうは店長の先行探しに行く。一つ者。ここでまだこういうカード引くっていうのがきついね。沼沼、この土終盤で。向こうもでも結構ギリギリなんかな。難しいね。捕食者。捕食者。まあでもまあ、こいつか。
なんか引っかかるよね。はい、ターン終了。サイクリング、なかなか向こうサイクリングつきないですね。まあ今のやるってことはもう一枚は土地だよね。まあこれで次の相手のドロー次第。さあ相手のトップ次第、アタック、ターン終了。救出者。おお、勝った。いやー、きつかった。アタック、はい、対戦ありがとうございました。はい、さあそれでは対戦相手先行。まあこれはキープですかね。どれか1枚が土地だったらもうちょっと良かったけど、引くだろう。なんか昨日ぐらいからすごい動きが悪くなったね、アリーナ。そんなことないですか？ちょいちょい止まるんだけど。はい、7枚でキープ。さあまずロークスは安城からいきましょうか。なかなか打点高いやつ出てきましたね。案内者、1721、先行にこれ出てきて2ターン目動けない。じゃあ1ターン目か、こっち後攻が動けない時はめっちゃきつい。特にボロスカラー、そして2ターン目にあの、さらに出てきた。ウィゴで行ってもいいけど、トリトンで行こうか。はい、トリトン。まあ1ターン目に落ちたるものの案内者、まあ先行で出して、2ターン目義足とかいう流れでね、ボロス攻めてくると本当ね、かなり厳しいよね。この2体は本当先行時に異常に強い。やばいな、土地が来ないな。やばい。お相手が完璧な回り方してる。やばすぎるやろ。さあこれでアタック。さあこのあと村の儀式で沼引けたらまたなんとかなりそうな気もするんだけど。山か、沼が欲しかった。さあウィノータは出てこない。
これどうしようかな。ブロックして犬使わせといた方がいいか。まあ犬使ってくるかどうかわかんないですけど。エンバレスの封建の可能性すらありますからね。犬は使わず。土地引かないのは本当にきついね。上5。これで多分案内者に使ってくるんじゃないかな。そこに骸骨ぶち込みます。とりあえずこいつらは犬と関係ないんで、やっと土地来たけど、ちょっとなんか遅い気もしますね。これやばいな。どっちがいい？いや、相手のハンド完全に潰すか。さあ、黒草。はい、黒草。まあ、ここで引かれたらどうしようもないけど。はい、対戦ありがとうございました。はい、それでは7枚でキープ。なんか久しぶりにハンドにちゃんと土地がある。さあ、お相手は白か。とりあえず黒草から行きましょうか。サイクリングデッキ。さあ、OC 救出者。ウィーゴでパクりたいところですけど、パクってもね、どうしようもないっていう。はい、ティマレット死者を呼び出すを追放して、ゾンビトークン出していきます。さあ、サイクリング。まあ、悲哀の徘徊者追放しましょうか。ちょっともったいない気もしますけど。とりあえず殴ります。サダック。さあ、黒草。墓地5枚追放して、相手の反動を削っていく。今サイクリングカードが3枚。なんとかね、天頂の先行を削っていきたいよね。とりあえず店長の先行、向こうは使おう。いいですね。黒草来ましたね。黒草もらっときましょう。
さあ、とりあえず殴っていく。なんでそういうブロックしたんだろう。ターン終了。はい、サイクリング。まあ、とりあえず先殴りましょうか。なんかウィーゴでパクったら終わってたかもしれないけどね。さあ、ブロックはせざるを得ない。さあ、残りライフ2。はい、クロックサ。ああ、ちょっとこれクロックサ今出して、それはあんまり意味ないか。クロックサ出す意味がないか。ないか。ないっすね。やめとこう。店長の先行あっても、まあ関係ないか。ありましたね。5点。さあ、残りライフが7。はい、サイクリング。さあ、これで一応クロックサ焼かれるところまで来ましたね。まあ、クロックサ向けて店長の先行打ってくれればかなりありがたいけど。はい、戦術。はい、骸骨の巨人いいですね。さあ、ダック。まあ、店長があるならここで打ってくると思った。あ、そうか、その店長使えんか。もうこれは勝ちですかね。はい、村の儀式。さあ、クロクサ。さあ、最後の店長の先行を通しましたね。はい、骸骨の巨人。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ラクドスサクリファイスということで、まあ、あの優勝デッキのコピーになるんですけども、まあ、特別何かすごい珍しい部分っていうのはないのと、ストリクスヘイブンが1枚も採用はされてないのかな。サイドボードの方にはあったのかな。いや、サイドボードもないですね。まあ、まだなかなかストリックスヘイブン、どうなんだろうね。そんなに環境に食い込んでこないというか、呪文縛りとかはね、見ますけど、やっぱ見るカードっていうのはある程度絞られてますね。まあ、こいつもよく見るね。引き釣り目っていうやつですね。履修するっていう。他でもやっぱ見るカードかなり少ないのは、パック自体が弱いんですかね。パックというか、そのカード、ストリックスヘイブン自体が。もっと使われてほしいですけどね。まあ、ネタデッキでまだどんどん使っていこうと思ってるんで、そっちの方の動画もまたよろしくお願いします。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。